です。皆様ステージに向かいまして右手後方をご覧いただきたいと思います。地元小学生100人による超人キッズとオリンピアン、そして東京2020オリンピックで活躍が期待される現役アスリートの皆さんがセレモニーに駆けつけてくださいました。皆様大きな拍手でお迎えください。さあ、大変恐れ入りますが、お近くの皆様、通り道をですねちょっと開けていただけますと大変助かります。これからパレードが遠くまいります。セットされたようです。皆様もう一度拍手をお願いいたします。アスリートの皆様、そして超人キッズの皆さん、ね、どうもありがとうございました。さあ、改めてご紹介します。まずはこの方です。柔道、アトランタ、シドニー、アテネの3大会連続で活躍されました野村忠宏さんです。続きまして、リオデジャネイロ2016大会で活躍され、東京2020大会での活躍が期待されるアスリートの皆様をご紹介いたします。水泳の池江璃花子さんです。体操の加藤良平さん、陸上競技の藤水健二さん、そして東京2020大会追加競技となったスポーツクライミングの野中美穂さん、以上の皆さんです。よろしくお願いいたします。そしてパレードを盛り上げていただいた超人キッズたちにもステージに来てもらいました。じゃあ代表して2人ステージに上がってきてもらいましょうかね。
もう上がってますね、ごめんねすいません。ではじゃあ学校と学年と、お聞きしようかな。お願いします。上野小学校の6年です。お名前は？根津優香です。根津優香です。ありがとうございます。ちょうちんは書きました？あ、なんて書いてくれたのかな。オリンピックで世界を笑顔にと書きました。ありがとうございます。そしてもう一人聞いてみましょう。お名前、学年と学校名教えてください。成平小学校6年前川隆衣です。なんて書いてくれたんですか？コミュニケーションって書きました。コミュニケーション、そうですね、大事になってきますね。どうもありがとうございます。さあ、それでは、アスリートの皆様にもちょっとお話伺いたいと思います。キーズの2人ね、どうもありがとうございましたね。ありがとうございます。ではちょっとお一方ずつ簡単にではございますけれども、はい、提灯のこのメッセージ、お聞かせいただきたいと思います。はい、私はまあ夢と感動がいっぱいの大会にっていうふうに書きました。そうですね、そうですね。もうこれは選手はねもちろんなんですけども、はい、このオリンピックパラリンピックにまあ関わるあの関係者の皆様、まあ、スポーツを愛する皆様、本当に、ね、支えるボランティアの方みんなが東京でやってよかったねって最後ね、うん、笑顔で語れる、そういう素晴らしい大会になってほしいなと思います。ありがとうございます。それでは池江さんお願いします。私は国民全員でメダルを、国民全員でメダルを、はい、まあ、あのもちろん競泳は一人で泳ぐ種目ですけど、まあ、他のスポーツとかも日本国民全員がチーム一丸となってアスリートを応援してみんなで戦えたらいいなと思います。ありがとうございます。では加藤さんお願いします。僕は最高の舞台で最高の演技をにしました、うん、まあ、やっぱりオリンピックの舞台は本当に緊張感だったり、まあ、集中力だったりが全然いつもの大会と違って、やっぱり一度味わったから味わったこそがあるこそもう一度立って最高の演技をしたいという舞台だと思います。どうもありがとうございます。応援しています。じゃあ藤光さんお願いします。僕は人生最大の盛り上がりをと、書きました、はい。僕たちの陸上競技は、なんかようやく最近盛り上がってきたかなというところかなと思いますので、まだまだその陸上だけの試合ではこう人を集められなかったり、まあ、する現状がありますので、2020までには、もう本当に陸上競技だけで人がいっぱいできるぐらい、盛り上げられるように、僕も、僕たちも、皆さんにも、一緒に盛り上げていただきたいなという気持ちで書きました。対しています。どうもありがとうございます。じゃあ野中さんお願いいたします。はい、私はより高くと書きました、はい、の壁も目標も高く一番高いところに登りたいなという思いで書きました。はい、新種目ですね、応援しております。ありがとうございます。皆様のご活躍本当に願っていきたいと思います。さあ、そして皆様すでにご存知のことと思いますけれども、全国の小学生により選ばれました東京2020大会のマスコットも一昨日ですね、名前が決まりましてデビューしました。簡単にご紹介しますと、伝統を大切にしながら常に最新情報をキャッチするというオリンピックマスコットのミライトは、正義感が強くて運動神経抜群、どんな場所にも瞬間移動できるという特技の持ち主です。一方、いつもは物静かなのにいざとなるとパワフルなパラリンピックマスコットのソメイティ、凛とした内面の強さと自然を愛する優しさがあり、石や風と話したり見るだけで物を動かすことのできる能力の持ち主ということです。さあ、そんな2人もこの会場のどこかに駆けつけてくれているはずなんですが、どこにいるんでしょうか。あ、ちょっとステージの方を見てみてください。あ、映りました。ミライトはソメイティです。そこはどこかな。スカイツリー展望デッキフロア350にいるようですね。ミライトはソメイティ、みんなねこっちで待ってるので、ちょっとステージに来てもらえますかね。じゃあ会場の皆さん、そしてあのアスリートの皆さんもぜひですね、このミライトはソメイティの名前を呼んでちょっとこっちに来てもらいましょう。で、小学生の皆さん、いいですか、準備。ミライトはソメイティですよ、ね。一緒に呼んでみましょう。いくよ、せーの、ミライトはソメイティ。
池江さん初めて、ね、もちろん初めてですよね。どうですか、ご感想、初対面ですけれども。嬉しい、かわいい。はい。と同じことを、あと日本のその有名な桜をイメージして。